あ今週も始まりましたプリマダンナのオースト、プリマダンナの河野です。このプリマダンナの野村です。このオースはナンバーグランド花月1階イエスシアターサテライトスタジオから2時間の公開生放送でお送りします。オーストと、はい、もう一個金曜日に別のところでラジオさせてもらってて、うん、まあそのね、一応、はい、まあ、いろんな方が聞いてるとは前提にしつつも、うん、まあ、言うて自分らのね、うん、あれやから、はいはい、まあまあ僕らのファンが中心にとは思って、あんま極力、うん、こうあれ先週あっちの方でこれ喋ったとか、 あっちではこっちでこれ喋ったもんで、なんとなくあって被らないようにというか、そう、でそれで言うと先週の25日その日に、はいはい、漫才劇場芝居があって、ほんでその後に金曜日がもう芝居が終わった直後やったんで、はいはいはい、ちょっと触れたんですよ芝居の話を。そうそうそう、あしたね、でこっち来たから、はいはい、でもただまあその全員が全員オンエア聞けてるわけじゃないからね、おうおう、生放送やから、はいはい、とかってなったら、まあこっちはこっちのブース前のお客さんもおるから、まあ音声だけ聞いてみてもね、来てくれた人おったらちょっとまあ直で実はこうでこうでみたいな、おうおう、ちょっとほんまにね、その向こうの金曜日に喋りきれてない、おうおう、まあ、ちょっとこう裏話的なところね、いろいろあったから、おうおう、どうしようかな思ってたけど、おうおう、全然大丈夫やな。えそんな心配視聴率が少ないからってこと、うん、確かに、まあまあでもブース前だけじゃないからね、聞いてる方は、いやまあそらそうね、いろいろアプリでね聞いててもいるでしょうし、そらそうやと思ってんけど、うん、ええわ、いやせっかじゃ来てくれてる人はせっかくやから聞きたい、じゃ逆にさレアやで、ね、ちなみに今お三人いますけど、もう人数言うた、人数言うたね、お三人さん芝居は来てくれました、はい、あ三人とも、僕も見させていただきましたし、その裏側があるんやって聞きたいですよね。あ、うなずいてありますよ、そら。いっぱいあったんですよ。裏側？裏側、うん、あのね、うん、これマジなんですか、芝居なんですかっていうのとか。あ、アドリブなのか。そうそうそう。あ、でもね。うん。とかいっぱいあったけど、いや、全然ちょっと話す熱を帯びてこないですね。行かしてや。まずそのストーリーから説明した方がいいんじゃない？もしその、なんか聞いてる人で見てない人もいるかもしれんから、いやまあ、うん、夫な縁消し解散とかいいんじゃない昨日ね、ツイッターで発表してましたけどね、鉛筆消しゴムが解散ということでね、そうそう、まあ、一応最後のね、舞台に呼んでくれたんですよ、あいつらが。そう、ちょうど昨日の舞台にね、我々ゲストで呼んでもらって、うん、その日の夜終わってから解散を発表するということだったんですけどね、みんなで一応ね、お別れ会じゃないですけど、まあまあ一旦鉛筆消しゴムとして、はいはいはい、お疲れ様でした、うん、パーティーに顔も見せんと、俺すごいよな、違う、だから俺説明したよな、俺はその時間ね、とこ来ない、ちょっと待ってくれ、まあ、それはええやん、よくないね芝居の話です、俺はじゃあほんと仕事、それはええやん、ちょっと待てよ、そんなんもう、違う、俺はそれや、俺なんか河野の人柄がよく出てたなと思って、違う、俺な、ちょっと芝居の話させてや、言い訳させろや、言い訳させろや、芝居の話させてや、違う、おかしいや、俺言ったよな、お前が言うてやん、3人でもなんでも、じゃあ分かってる、聞いた人おるかも、それは終わってから、だからそれでええやんか、今、変な感じ、俺変な感じだって、変な感じになって、それでも、言わせてくれ、基本お前顔出さへんよな、違うやん、だから俺言ったよ、だからちょっと芝居の話をさせてもらいに来てるみたいなとこあるから、俺は喋りに来てる。V 撮りがあるから、ごめんやけど、いけませんって楽屋で俺言うたよな、でみんな聞こえてたよ、あれもな。ほんでなんかみんなで打ち上げ行ってさ、俺はフォローできてない野村のこと、だからほんまに V 撮りやったら別に何も言わんやん、ほんまに V 撮りですか、ほんまに V 撮りやで、 VTR 撮らなあかんことがあったから、ほんで言って、ほんで俺は野村フォローできてないからツイッター見れてないねん、やのにツイッターでさ、こういう場にコーナー顔出さへんってつぶやいたやろお前が、つぶやいたよ、それ俺嫁から聞いたんやん、あんたどこ行ってんのと、そう、もうまんまとまんまとじゃない、まんまとじゃないねん、なんであなたは顔も出してないのに家に帰ってきてないんですかと、そうじゃああなた今行って何してんのってなったやん、それが狙いやな、それが狙いじゃない、俺のすべしたやんだから、仕事あるからごめんなって謝ってん、ややこしいことやめてくれ、ツイッター上で暴れんの、ほんで俺そできへんしね、言い訳できへんし、そこフォローしてないから、ごちゃごちゃ言い訳すんな、さしてくれや、ここで電波に乗っけてフォローさせて、せめて、ほんでそこにツッコミ入れさせて、俺は違うと、その浮気醜悪至極なり、何それ、それ何それ、誰のやつ、今のドラマ、どのドラマ、俺はもう逃げ恥と光悦ガールと砂の塔しか見てないよ、しょっぱなしか見てないよ、しょっぱないよ、しょっぱな面白い3つや、これ
村雄二の IQ、 あ IQ200 何本やったっけIQ200 何本やったやろ。まだ見てない、撮ってるよ。めっちゃいい、おもろいやん。まあまあ、その構成上な、こういうあれかってのはあるけど、でもいやいいよ。誰がやってるんでしたっけ。小田裕二、ディーン・藤岡で、あれや、土屋太鳳ちゃん。何撮った人やったっけ、ドラマ。なんかなんかのシリーズ撮った人ちゃうかったっけな。スペック継続、ね、ギャグがそっちやね。その流れをちょっと組んでる感じもあるんで、ギャグの入れ方と謎解きに入る時のなんかこのゾーンの入り方が、なんかもうある程度こう、はいはい、パターン化してきたやんか、その感じは。いや、まあスペック継続面白かったからな、いや見ようかな。まだ撮ってて溜めてる状態だけど、いやあれは面白いな。他砂の音面白いね。イエモンが主題歌だったの。そう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 、すごいこう腹立つけどね、嫌な女の人とか出てくるから。なんかあれやろ、マンションの階ずっと上がってくるやつやろ上がっていくやつは、それなんかゲームやそれな。エレベーターアクションみたいなやつやろ。違うよ見たで、その高層階に。イエモンの曲流れながらなんかエレベーターアクションみたいなのどんだけ部屋一個一個上がってる。そんなアプリみたいなドラマ違うよ。なんかこう足揉ませながらなんか嫌なやつだよなっていう。だ高層階に行けば行くほど金持ちやから、そこでちょっとドロドロした関係があったりとかね。腹立つんねんけどな、面白いわ。なんで腹立つの。いいの、そのいや、どっかで逆転してくれるんじゃないかと僕は見ながら思ってんねんけど、まあ、菅野美穂がちょっとこう肩身狭いみたいなねところなんですよ今は。あー、菅野美穂のやつか。なんかドブ川でなんか探してたやつか。ドブ川じゃないけど、まあそう、あ探してたな、ちょこちょこつけたらいい、ね、そう、娘、息子からもらったプレゼントをねちょっと落としてしまって、そう気づかもね、それを探しに行くってシーンがあるんだけど、ブロックヤードがやって人多いから話入ってくれるんだよ。あ、みんなその話してるけど、いいじゃん、なんか別に関係なく喋るやん、つけてても。いや面白いな。いや、ええわ、そのだから野村の芝居の話。いや、ええわ、お前の浮気の話。俺浮気してないね、 V 撮りや言うてるやろ。結婚してか不倫やな。不倫もしてないから。すごいな、やっぱ奥さん見てんねやろな思って書いたけど。だからややこしいことやめてって、お仕事やほんまに。もうでもこれで1個テストが済んだから、俺のこのツイート一つで奥さんを怒らせることができたっていうな。変な実験すんなよこれ、やめろって。第2段階に移るわ。お前何の実験してんねんこれな。最終的に何がしたいねんお前は。 SNS だけで間接的にお前を殺せる。いやほんま怖いわそれ。事実じゃなくても信じるしな、そういう書き方すると。言ったよね俺一言。だから奥さんにはその継承の意味もあんねん、その見出しというか。そこだけ切り取ってみたら、ほんまやったら俺が普段からこういうことやってるから、あ、野村さんまた冗談で言うてはるわって冷静に見れるはずやのに、もうなんかニュースの見出しとかと一緒やな。もうあの声を上げてグッとこう入り込んでもうたら、もうそれが全部ほんまになって感じてしまうから、それでその温度で怒れてる。だからそんな、だから騙されたらあかんでっていう。あの奥さんだけやったらええわそれ見てるのが、それ言い訳できるから。いや違う仕事やったっていうな。じゃなくてツイッターなんてね、何千人と見てるわけですよ。何千人じゃない、俺のフォロワーが1万8000人。1万8000か、それ知らんけど。その人たちはさ、俺は何の言い訳もできてないねん、その人たちに対して。あ、河野さんってほんまに来てないんやと思われるから。ええやん、それが何があかんの。嫌やろ、すごい白状に映るやんか。ほないつ来んの。今でしょ。今やってへんやん。今その飲み会をして、昨日解散して、分かってるわ、疲れやったなって感じしてんねん。分かってるよ、分かってるよ。そこに来んかったわけ。分かってるよ、それ不利かな思ったやん今。やってへんやん今ラジオや。え、誰だよ。いじりさん疲れすぎちゃいます。あ、お前いじりさんや。これでお昼ごさした梅村さんといじりさんが来てくれた。お疲れです。梅さんはやっぱほら、もういつもの、ね、明るい元気なトムちゃんの顔してはるけど、はい、いいぞ、ちょっと今疲れ倒せてきた。目や怖、めっちゃ二日酔い明けみたいな顔してますよ。
頼んであるから大丈夫かな。最近あれやねんって、なんか歩きで帰ってはるからきつめの酒こうて、で歩くと酔い回るやんか、そのペース考えたコンビニで買って歩いて帰ってやばいやろ酒飲みやな。どうです、すっごいねいやだから言い訳がなできへんからやめてって、そのツイッターで嘘虚言を言うの、それ嘘つくのやめて。嘘じゃないやん、嘘やん、嘘は言ってない。俺がそのツイッター上でこの場に河野が居合わせてないのは浮気をしているからです、女のところに行ってるからです、これは嘘やんか、うん、こういうところにも顔を出さない河野ってすごいなって感じ事情があるからやそんなせめてさ部員通り行ったからねとか、あれがな、集まったも遅かったよ、上田がやっぱそれ人気もやし、岡村はスッと来たけどな、リバウンドだってや、上田はチケ売りなしてたからな、1時間終わってみんな出るのも30分以上かかったよ、でそっからさらに1時間ぐらい河野がチケット売ってないやして、河野ちゃん上田がチケット売ってないやして、ほんでやっとこさ全員集まってで飲んで食って結構してから撮った写真やから、うん、だからお前が別にそれもしほんまにな V 撮りしてたとして、ほんまやん、それがもう早くに終わってたら、うん、まだやってるぐらいの連絡いっぱいあって、いやかかって結構かかったし、そ後輩にもちょっと手伝ってもらったりしてたから、そっちとご飯行ってたんよ後輩そら手伝ってもらったから、誰がおったん、ポートワシントン、あーごめんもうやめとこ、あんま詰めてるみたいな、何やねん、笠谷や、いやポートワシントンの、いやいやいや聞いてみ、ほな笠谷に、笠谷も優しいねんな、いや嘘つかへんって笠谷な、俺をかばうための嘘つくわけないやん、笠谷に聞いて、ほんなら昨日 V 撮りしてましたよねって、菊池さんだけやろ、誰やねん、誰や菊池さんって、え菊池嘘つかないさん、どなたですか、菊池嘘つかないさん、え嘘、芸人さんですか、えマジで、もっとあの、うん、あーもうそんなんよかどう忘れした、すいません、芸人さん、うん、いやそれやったら僕の勉強不足にしてんからさ、東京の方かな、もっとポテト少年団の、ああ、今そういうお名前で、え知らんの、菊池嘘つかないさやめてくれやな、またややめてくれや、前もサンドイッチマンさんの名前全然出てこないそうやな、サンドイッチツッコミな、ツッコミのところが出てこんかったやな、ああフレーズがな、やめてちょっとそういうのやめろ、やめてやなし、やめたって、じゃつぶやき悪意があるから、俺は奥さんの味方やから、違う悪意がやめたって、やめたってだから、やめたってって言うとあれやん、大事にしたって、やめ大事にしてるし、そろそろ大事にしたって、ずっと大事にしてるわ、浮きのけえへんかったの事実やんか、そうや、そこに脚色はないからな、こういうとこけえへん、いやな、その文面に悪意があるやん、いやそういう、いやないないない、そういう取り方をする人がそういううがった目で見てるだけで、俺はそんなつもりで書いてないから、そういうトレーニングに、ほないつくんの、今でしょ、やってへんやん、や飲み会してるかこれ、分かってるわ、いつ来るのって聞かんとって、いつ何々するのって聞かんとって、やめてね今後そういう変なややこしいつぶやきするの、せめてフォローしてくれ、そうなの、そうブロック解いてくれ、あーツイッターをってこと、そうじゃないと俺言い訳できへんから、そこに関して面白かったらそれはフォローするけどさ、何がツイッター、いやあんま関係ないね、いやうん、俺が言えねん、ちょいフォローしてる人消してんねんで、こいつ全然もう最近やってへんやみたいなやつ外していってってこと、うん、フォローな、うん、いやなんかタイムラインになんかしょうもないの上がってきてるのにね、こいつと思うのがあるから、うん、じゃあフォロー外すのはブロックやめよう、ほんならこっちからもできへんじゃん、いや見られてんのが嫌、昔からお前の、うん、そういう SNS とかなんかそういうのは嫌やねん、なんか言うてきよるんですよ、昔ミクシーってやったでしょ、懐かしいな、あの時代はなんかね、懐かしいな、ごめんなんか寝坊してちょっと遅れるみたいな言ってたら、いやミクシーは何十分前にログインってなってるけどもうお構いやろ、そら来てないねんから、気持ち悪い、来てない待ってんねんから、まずとかあるか、言うやろそら、見てたら嫌なんですよ、見れるしな、ほんでブロックしてても検索したらあれやろ、なんかツイッター検索サイトみたいなんで、何ツイッター検索サイト、あんでしょ、入れたら出る、お前とかしんべヱとか何や、うん、そういう検索サイトとかにちゃんとか見るよ、さすぐ出るわ、見るなんだもん、野村のしか検索せんけどな基本、
ャキシャやな。だからブロックを解けよ。それは好きすぎんねん俺のこと。気になるやろそら。ちょっと距離置いてるぐらいの方がええねん。違う違う、ね、ちょっともう重いねん。いや違うねん。お前重い重いんじゃないね。影でやるやろ。タクシーとか乗っててもさ、いきなりカシャって俺のこと写真撮ってさ、ついてあげるやん。それは気になるね。その何も一言もこいつどんだけ寝んねんって。それ一言もかけんとさ、俺もうシャッター音だけ聞こえんのよ。行き寝て現場寝て漫才やって終わり寝て帰り寝てやって撮るやろ。どんだけ寝んねんこいつ。どんなつぶやきしてるか 見るやん。そらなんて書かれてんのかなって気になるから。時間ですわ。そんなきっちり書けよ別に。というわけでございまして、今日のオンストメッセージテーマですね、事前に募集しております。私の決めつけ、これするやつはこういうやつ。私の決めつけ、これするやつはこういうやつ、募集しております。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp。 まだまだ受け付けておりますので、ぜひ送ってきてください。それでは今週も2時間お付き合いください。 We love music SFM。それでは今日の1曲目です。畑基博でグッバイアイザック。Champion を決めた。
さあこの時間にはゲストの方が来てくれております。ご協力お願いします、はい、スーパーノマの朝山んちゃんランドと橋本んちんかんちゃんです。お願いします。橋本です、はい、改名お願いします。改名してないです。橋本んちんかん、橋本んちんかんって思った。橋本んちんかんちゃん、橋本んちんかんちゃん、ちゃんも大事ね。いやいや、もうちゃいますよ。これは決まったんじゃないでしょうか。いや、ポンコツ、ポンコツすぎるやろ、橋本んちんかんちゃん。いいです。よくないやろ。なんやねん、朝山んちゃんランドも。売れました。売れるか、そんなんで。朝山んちゃんランドも納得いってないからな、誰も。言ってない。なあ。言ってないです。あ、橋本も言ってないやろ。言ってないです、言ってないです。橋本なんて呼ぶの、その相方呼ぶ時。僕、朝山さんとか、朝山って呼んでますよ。年上やろ。はい。朝山さんが、朝山ちゃんランド、ややこしいやん、これ。ややこしい。朝山でええやん、もうダメです。あかんの。もう一個上を。上上は朝山ちゃんにしたやろ、こんなもん。上です。でも悪くないんやろ、朝山ちゃんランドって名前が。守護霊の方が、あの占いに行ったんです、うん、あまりにも悪いことが起きるから、うん、占いに行ったら守護霊の方が、うん、この名前だと建物だと思ってるから逃げちゃってる。いい守護霊がランドとかついてるから、お前のこと持ってんのよ。から逃げちゃってるって。悪いの、ちょけた名前だから悪いのばっかり寄ってきてしまってる。運気下がるってことやろ、それ。よくない。あかんやん、これ、うん、でもあのそういう悪いやつに来て、それで面白かったら才能あるなってなるんで。それをねじ伏せて。でも、はい、その悪に勝つってこと。なんで自分から首絞めに行くん、まず。ええじゃないやん。ええじゃないよ。ええじゃないよ、絶対。何驚くことがあんねん。なんか朝山万太郎にもしようとしてるやろ、はい、お前。今ね。ツイッター？ツイッターではもう朝山万太郎なんですよ。なんなん？誰なん、お前は。マンチャンランドです。じゃあツイッターも朝山万太郎ランドにしてえや。なぜツイッターだけも朝山万太郎で行くの？なんでしょう。きついですよ。ちょっとでも追い込まないで、いい運勢を。ちょっとでもな、ここにどうにかなりたいな。朝山めっちゃ繊細やから。そう。繊細ですよ。繊細がずぶといみたいな女とちゃうよ。いやいや、僕の方が繊細ですよ。いや、橋本激ヤバやからな。この前言うたかもわからんけど、喫煙所でずっと連れてってください。それで俺朝山としか行ったことがないから、ほとんどな。橋本1回ぐらいな、1回1回ぐらい、はい、ほんで、はい、連れてくださいって言って、なんか、ああみたいな、いや、もう引いてますやんと、うん、連れてくださいよ、いや、俺、朝山専用やねんみたいな、どういうことですかみたいなことをずっとやってて、はい、で、今日俺、完全に空いてるって状態の日に、喫煙所こいつが来て、はい、もうええ加減連れてってくださいって、いつものより、もう一個強いトーンで来たから、はい、今日なんどうし、何してんねんって言ったら、いや、今日は、スーパーメイトの打ち合わせです。なんで言ったん、連れてくださいって。いや、そらだって、いや、野村から言って、すいません、今日はって言ったら分かるで。いや、もうなんか、ずっと無理無理やから、うん、もう言わんと、あったら、あったらもう、それがおはようございますみたいな。もうほんで、だから無理を期待して言ってたんや。いや、もう、いけるなんて思ってなかったですし、もう無理やと思って、もう永遠にもう、2人でなんて絶対無理やと思ってて、でも、僕は好きですよっていうのをアピールしとかんと。と思って、人感とってないんで、なんでアピールしとかなかん。野村さんのことめっちゃ好きですから、連れてってくださいが。それ以降もその連れてってください続けてるわけ。いや、もうそこは怖くない。何やねん、怖なったって。もうOKの可能性あるから怖なった。もうOK。 あ、OK あるんや。実際行くとなるや。わかんやん、今日。ほんなら怖い怖いってなって、まだ行く気ないってことや。いや、ありますよ、ありますけど。そっかでも何回も行ってたら、ありやん。それでまたそういうのがなった。でも俺と密になったら、お前ほんまに橋本んちんかんちゃんランドやで。いや、ランドもつくの。橋本んちんかんちゃんランド。もう僕の方が頭おかしいやん。朝山んちゃんより上やもんな。いや、僕はちゃんとしとかんと。橋本でいいです、僕は。ちゃんとしてんの、朝山から見て橋本って。してないです。どんな人なの。あのね、焦りがないですね。ああ、ありますよ。フラット、毎日フラット。確かにその感情的になってあんま忘れへん方なんかな。いいよ、怒ったりはないですね。優しそうやもんな。いや、でもそれはお互いですよ。ああ、それはもう二人喧嘩なんてないですし、まあまあ、そうですね、女な方やね、二人とも。そうですね。怒ったりなんてあります？あんまない。ないですよ。ない。いや、ないよ。
腹立つことあるやろでも、はい、ああそれはあります、ね、でも勝っても抑えきれない。何怒ってる話じゃないの今。びっくりした話してた。びっくりはしますよ僕いつでも。怒りはせんって話で。顔真っ赤なって言ってるやんか。顔がビルビル赤なって言ってるで。びっくりした。一気に体温上がってんじゃん。びっくりした。な何急に。でもそれ怒ってええやん今のも。いやいや今の怒ってええやんそれ。何すんすかでええやんか。それ優しいな。いやいや、ははってなる幸せな感じですよね。幸せにさせようと思って言ってきたんですよ。いやいや、幸せにさせようとは常に思って。ああ、そうなんだ。いや、それはそうだ、優しいな。お互いだから、そんなのないです、怒ったりとかは。ないんだ。さもなさそうやな。ないっすね。確かにな。ないっすね。優しいよな、どっちも。ちょっと、全然話変わるんですけど、うん、何野村さんのね、話をね、ジムにね、ジムでちょっと行っとかないと。あーあの前にな、うん、スポーツジムで、うん、その朝がもともとトレーニングを、うん、朝山がねやってたよね。トレーナーの資格を持ってるから、うん、メニューを組んでくれと、うん、依頼して、うん、朝はもう喜んで、じゃあ野村さんの仕事のスケジュールとかも考えるとこれぐらいのペースだったらいけると思うんで、うん、ダイエットのために、そう、うんうん、で自分ごつくなりたい、きつくてもいいからっていうので筋肉をつけたりして一緒にしましょう、うん、で毎日1週間続きましたね、うん、毎日行ってやるんですけど、うん、もうちょっとなんか野村さんですよ僕からしたら。おうおう、うん、あの野村さんが先輩、4年先輩、売れたて伏せ50回っていうのがあって、うん、まあ、20回ぐらいから、うん、見たくない野村さんが出るんすよ。ゆだれたれて人は人は。でもあの体調崩しますよそれ、筋肉やりすぎですって言ってもやめないんすよ、俺やんねんってなって、こうなってブルルってなって他の人もちょっと見てるんすよ、恥ずかしい恥ずかしいってなって腹筋ってなって腹筋もあれって言うんですよ。一応やんねんけどな、恥ずかしい恥ずかしいってなって、ちょっとね野村さん下に見ちゃってる自分がいるんで、まあ、だからもうバカに、いやもう何回ダイエットするみたいな聞いたか。確かに、ほんま、確かに。それでファファってやめましたからね自分。だからその一定期間はその今無理しなくてもいいですよって言ってんのやろうとすんねんな。やってたけど、単独やなんやが入ってくるから。もう無理や、スケジュール通り行かへん。本番前に近づいてきたら、でそれで1日休むで次の日行くけどまた1日休まない、うん、それが2日になり3日になりもう無理や。もうで1週間ぐらいでもうパンってもう無理ってなるんですか。いや全然その1週間でもう完全に体のサイクル作れ、うん、慣れたから、ね、まあいけるわってなって、ね、でそのタイミングでこいつからアホみたいな感じでな、ネタどうなってるのみたいなの来んねん。そりゃ言うやろそれは。それは単独前、単独前やろ、アホみたいな。ネタどうなってるのみたいな。そんなみんなが思ってるような感じちゃうでしょ。なんか和気あいあいととかじゃない。ほんまにもうお当たり前やからその。あじゃあほんまマジどうしてんのなあ。うわ無比ないやんとか将来しまえやな。あのなほんまに、までほんまに気ないねんじゃあ。なんでそれももっと前から言えるやん、いついつやろうとか、この辺集まらへんとかでええやん。ギリギリなって自分もはってなってどういうつもりやん。思ってる、どういうつもりやん。ずっと思ってるけど言われへんねん。なかなかどういうつもりなんも何も俺ずっとやってるし。ほんまに時間ない時やで言うのは。それはでも僕もネタ書いてない方なんで。いやその分かります分かります。でも河野さんの方です。もう言ってこいよもっと。いやいやお前はそれすらも言わへんの。何も言わない。焦りがないってさっき言ってたもんな、うん、全く。いやそう焦りありますよ、めっちゃ焦ってますけど。でも作ってこなしゃあないから。まあまあな、もう何も言わずに、怒ったりしたらだってストレスになりますやん。優しい。だから何も言わんと、まあで、えらいことになりますよ。えらいことなってたらいつもえらいことになってます。えらいことなってたらあかんわ。なんとかなってたらえらいことなってんの。いつもえらいことになってます。そういう時えらいことになるために今言ったこと言ったかな。って言ってほしいってこと。浅山はもう常にプレッシャーで、ああ言ってこい、プレッシャーで来てほしいです、うん、それはあんねや。あれ急に携帯されだしたよ。ちょっとまたスケジュール見て、ほんまに11月入ったら、ね、ちょっとほんまに日付の関係ないから、今日11月やな、うん、入ったから入った今月から。お了解、復活します。ほんまに見たくないですよもう。むっあー
野村さん、あの野村さんがそれは野村じゃなくてもみんなそれは限界でやんねやろ。野村じゃなくてもなるやろ。それは筋トレやねんから。何マシンでダダダダってこけて見たないな。あんまりどんどんこけんの。みんな見る。もうそら見るわ。足持つ。いやランニングマシンでかけてたら見るよ。見たくないわ。熱お互いな。こいつも教えてくれても熱なって。で今日はこのペースで行きましょうみたいな。それがなんかインターバルだから、わーってめっちゃ走って速く、うん、はい、でゆっくりを1分ぐらいで、まためっちゃ速く5分みたいなのを繰り返しやるやつで、もう俺も運動不足だし、もともとものすごいどんくさいから、そのペースに全然追いつかなくて、いや無理ならもう飲みなさい全然いいんですよって言うんだけど、それも一応俺がしてコーチやから、いややらしてもらいますみたいな感じでやってたら、危ない危ない、いきなり無理したらあかんねんな。怪我したら意味ないから、何も見たないな。めちゃくちゃ強いからもうやるんですよ。もうストイックなんや。もうストイック、なるほどな。ちょっとだからまた一から浅井もお願いします。お願いします。さあ、ここでちょっと一つ紹介したいものがございます。ナンバーグランド花月一家の吉本47ご当地市場で大好評発売中の商品、今日はですね、香川県の親鳥のうどんスナックという商品です。痩せろよ。いやいや、まだ大丈夫、ちょっとだけな。さっき食ってるやん。すぐ食ってました。スーパーノヴァの2人に食ってください。はい、いただきます。はい、どうですか。美味しいですうどん感がないですね、うん、ねえ、うどんのまあスナックやから、うどんあげてるんやろね。あ、なるほど、うん、ちょっと親鶏の味がするという、いいですね、お酒のつまみとかに手羽先風味の感じだな。いいですね、うん、あさ出身どこやったの。福岡です。あ、はい、確かお前でも香川やろ。僕大阪です。なになに、何も知らんやん。なんで勝手に決めつけた。香川感ってどんなんないでしょ。お前みんな、あんたもや、河野さんもでしょ。岸辺みたいな服着てるやないなんで今日に俺責められたんだね。こちらお値段はですね320円で売ってますので、ぜひ皆さんよかったら買ってみてください。はい、さあ、そしてスーパーノヴァからもお知らせがあるということなんですけども、はい、お願いします。明日ですね、シゲカスです、企画公演です、うん、不思議な人たちによる不思議な、ちょっと待ってください、シゲカスですの企画公演タイトルがこんな長かったんやって ここに来て思ったんです。すみません、ちょっとちゃんとややこしいね、タイトルがですというね、シゲカスですさんの企画公演ですね、うん、です不思議な人たちによる不思議なネタと不思議なお話のショー、うん、明日です、20時30分から小話、ザザハウスで、しますんで、よかったら皆さん来てください。どうともやね、はい、僕らはネタしまして、しげかずですさんがちょっとお芝居みたいなことをするらしいので、よければ不思議なネタって何、いつものネタはまたちょっとちゃう感じ。それでちょっと今僕らもプレッシャーになってて、不思議なネタってなってて、まあ不思議、そうか、そうですか、そういうくくりでなんか呼んでるのかな、ですかね。映像もあります。映像、面白い映像もあります。ああ、そうなの。はい、何すんの、どういうこと。野菜も出てんの。出てないですけど、あの映像もちゃんとあります。なんそんなおかしいこと言ってないじゃん。なんでそんな目で見るの。気になるやん。なんか出てたりなんか関わってるのかな。おかしなことっていうか興味を持ったんです。興味を持ったの。変な顔すんな急に。ぜひ皆さん明日ですね、しげかずの企画公演です。皆さん遊びに行ってください。他大丈夫ですか。はい、大丈夫です。というわけでございまして、この時間。大丈夫ですか。あれんならお前ね。先輩のラジオ来てるのに。何で。一生もうお前。え。来てこんと。朝もお前もそうや、衣装着てるけど、お前ネクタイ短すぎるやろ。いや、このネクタイだから伸びますから。なんで見えへんのにやらすの。伸びてるんですよね。伸びてるんです。伸びてるんです。早く売れます。何の宣言だ。というわけでまた遊びに来てください。はい、スーパーノヴァのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Yes, FM。 それではここで一曲聴いてください。ラッドウィンプスでマニフェスト。僕が総理大臣になったら、日本国民一人一人から1円ずつだけもらって、君と1億円の結婚式しよう。僕が総理大臣になったら、1日を25時間にして、最後の1時間だけはみんな愛の営みのために使おう。
本の国民一人一人の一番大切な人一人の誕生日を休みにしてあげよう。そして晴れて君が僕の文字通りのマイファーストレディ、僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、君の誕生日を祝日にしよう。僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、僕が日本の内閣総理大臣になったら、そうするよ。全てのものを僕の全てをかけて苦しめよ、最後はこの国から追い払おう。僕が総理大臣になったら、僕らにまつわる全てのことをこの世界の歴史として刻もう。一つ残らず教科書に載せよう。だから僕に清き熱き夢の愛の一票ください。僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、国旗は君のあなたたちにしよう。僕が総理大臣になったら、僕が総理大臣になったら、君を作り上げたパパとママに国民栄誉賞を贈ろう。Oh, oh, たくさんはいらない、使うわけもない、あなたからの一つだけでいい。確かなことを渡してた頃、揺らしたのはあなただ。わずかな希望、あなたからの東京、一つをいただくこと、その一つをこの両手で受け止めて、見て見て見てみたいんです。さあ今日のテーマは私の決めつけ、これするやつはこういうやつ、私の決めつけ、これするやつはこういうやつ、紹介していきたいと思います。まずは和泉市ラジオネームたぬき鍋さんからいただきました。野村さん、河野さん、こんにちは。メッセージテーマですが、私の決めつけは露出しているコスプレするやつはモテたいナルシストなやつです。ん、なんて、露出しているコスプレするやつはモテたいナルシストなやつです、これは昨日のハロウィンでコスプレをしている人を見て思いました、異性を意識していないと普段は嫌であろう露出もしないだろうし、自分に自信がないと露出はできないと思います。なので露出しているコスプレをしている人はあまり好きではありませんが、見ると可愛い人ばかりなので少し羨ましいです。いや俺昨日だから飲んでて、終わってからしんべヱ
ラブラートの、と元円消しの上田が、もうせん元やね、その時点で雨村繰り出そうぜっつって、もう俺もしんどいからっつってそこで別れてる。多いやろ昨日人な。そこ行くまでのだから心斎橋飲んでて、ナンバー戻ってくるまででももうだいぶおったけど、ぶっさいがばっかやったで。大きい声で。ほんまに。エロかったね、まあ、エロかった、まあ、まあエロかったけど、ブサッカやったで。だからなんだよな、別に自信があるとかじゃなくてみんなでやるからできるっていうな、祭りやからやろ。一人でそれで歩けるって無理やもんな、隠れれるからやな、みんなの中に。決してそんなお世辞にも綺麗可愛いはほとんどおらなかったけど、でもそのちょっと可愛く見えるやろ、やっぱコスプレすると。いやあるある、だからちょっとそれやったらハーフ系の女子がレースクイーンみたいな、あ、こしあってエキゾチックな顔立ちなんで、めっちゃ美人様せえそんな高なかったけど、でしんべヱに見てあれお尻すごいなって言うて、ほんまにちょっとうわってなるぐらいのやつやったから、セクシーそうって言ったら、しんべヱがいやケツって言ったから、よう見たらほんまにブツブツいっぱいあって、えってなってちょっとどこまで出てんのそれ、そんなお尻出てんの、何興味出てんの、出るやろそれは、そんなブリン出してるってこと、けえへんかったからやん昨日、なんでか、だから V ドリや言ってるやん、 V ドリがあったからな、まあ、ナルシストな女の子なんだろうな、好きなんかな、やっぱコスプレ。いや楽しないんちゃう毎日が、ね、その鬱憤を晴らしてるわけ、溜まってるもの、まあ、人におんねやろうけど、でもそのさ、ほんまにナルシストかどうか分からんけどさ、声をかけられたいと思ってやってるどっちなのな、なんか写真撮られたいみたいなのはあるらしいな。おお、ようみんなで写真撮って楽しいんかな、分からん、見返して虚しならへんのかな、次の日仕事あったりとか、風も引くやろ寒いの日露出出してな、これはもう自己責任あれ、ね、可愛く見えるもんな、でもゾンビとかもちょっと可愛く見えんねんな、ブスごまかせるよね、あれね、傷をな描くことによってな、見えなくできるからね、その部分をクマとかな、なんかつけて、あれメイク取ったらな、いやそう知らんけど、そのコスプレしてる女の子は俺は街中で見かけるけど、コスプレしてる女の子をメイク取るまで俺は連れ添ったことがないから、いやもうなんかメイク取ったらな、残念なこともあるやろなっていうことだけやで、いやちゃうやん、それやったらそこまで言わんと、分かるやん、残念やろな、まで言わんと、今いやちょちょちょ、お前はの今の言い方やったらあるあるの感じで言うてたから、ハロウィンでコスプレしてメイクしてる子がいざメイク取ったら残ないよなってあるあるのところでお前は切ってたから、残ないやろうなや、その俺じゃあそう言わんと、それ俺ないから別に見たことないけどな、実際はそうやろ多分、なんか寂しい気持ちあんねんな、あれ見てると。いやでも毎年毎年どんどん増えていってるんちゃう、今年もね、すごいよな、外国人観光客の人も思うけど、ほんま頼むから忘れんといてほしいのは、ここ生活基盤の人間もおるっていう、そのおいもうナンバーやから、通り道やもんな、そうもうな、ちょこっちはチャリンコのつもりで移動してる、で行きそんなな昼間やから行けとってん、帰りもえげつないことあるから夜中な、通られへんやろあんなもん人多すぎて、しょうもない、なんか会社乗ってるルパンとミニフジコに出くわして、そこ腹立つねもう取られたいのなやつやねん、感じ的にほんまここまで出てる、ルパンの車種はそれやないっていうのがもうここまで出てる、やるんやったら徹底してくれと、楽しいだから若い頼むから巻き込まんといてほしい20代前半ぐらいまでなんかな、いやおっちゃんおばちゃんもおるやろ中には、やってるか、祭りやからな結局、そこの否定はせんけど、だからほんまについて回るものがあるっていうのだけどうしてもな、いろいろ、あれ若者は多分そのナンパとかしに行くんじゃないの、多分それメインやろ、やんな、だから俺昨日ツイッターで書いたけど、男はもう漏れなくそういう顔がもう出てもうてるから、出てる顔とあの服に、もうこいつ受けに行ってるけどだいぶお滑りになられてるなっていうのと、受けに行かんとほんまにちょっとシュッとさしに行ってもうてるやんと、カッコつけてる方で、うん、左目に LINE って書いて右目に教えてって書いてるグラサンとかかけてたもん、多分ナンパ用やろな、
それ食いついた女の子が多分教えたりするのかな。左目に LINE で右目に教えてやったな。教えて LINE 逆かこっちか逆か、うん、教えて LINE っていうのはその、うん、線引きとしてその、うん、自分に敷いてるなんかこうその通話の方の LINE じゃなくてね、うん、っていうことそいつはね多分お前逆逆逆やほんなら左目が LINE か右目に教えてか知らんけど買い取ったわ。あんなんであんなんででも捕まる人もおるやろな。ブイドリ言ってたのにそんなやつ見てる。じゃあそれはその日じゃないよそれは昨日じゃないけど一昨日もすごかったやろ。一昨日はっていや一昨日もだハロウィンやってたよ、うんうん、続いていきましょう。もう一枚、奈良県ラジオネーム奈良市のじゅんさんからいただきました。私の決めつけこれするやつはこういうやつ、野村さん河野さんスタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。皆さんは今自分の財布の中にお金がいくら入ってるか知っていますか。これをほぼ正確に言える人は計画性があって借金とか絶対にしない人です。お金に困っている人は所持金とかに意識していないからお金がどんどん出ていくのです。皆さんもお金は大切にしましょうね。なんぼ2万ぐらいかなおそらく、うん、4万かなジャスト結構入ってるね多分なるほどね。もう出せよ財布の中身はちょっと後半のノンストメッセージでし答え合わせしましょうか。引きないっていやちょっと引っ張ろ引っ張ろちょっとこれせっかくやから引きないって。いやだからこれで寄ってくかもしれん。俺らの所持金が聞けるってなったら後半のオンストメッセージの時にいっぱい人来てくるからちょっとそこまで引っ張ろう。絶対言えてんやんいや引っ張ります。我々の所持金は後半のオンストメッセージで紹介します。楽しみにしてください。以上オンストメッセージでした。力を得ば21何言うてんの。袋持ってはったから。いややめて関係ないから。力を合わせるプリマチャレンジ2016何入って情報が言わんで言わんでいいよ。さあこのコーナーは我々プリマ旦那が力を合わせていろいろなことに挑戦しようというコーナーです、うん、3週連続成功すれば賞金1万円、うん、ただし今は連勝がストップしてますから1からの挑戦です。今日のチャレンジはトリックアトリートしりとり。トリックアトリートしりとりです。昨日はハロウィンで賑わいましたがハロウィンといえばトリックアトリートお菓子くれなきゃいたずらするぞのフレーズが有名ですよね。今からしりとりしながらお菓子の商品名を言うことに挑戦します。商品名ですからチロルチョコは OK ですがチョコレートこれはノーカウントとなります。なお判定してくれる作家さんはお菓子はあまり食べないタイプなので有名でないお菓子はノーカウントになるかもしれませんので気をつけましょうということです。そんなこんなもとたかいな2分以内に2分以内に10個のお菓子を言うことができれば成功です。ああ、うん、商品名毎回言ってるけどしりとり系で足引っ張ってんのお前やからもうその妻ってなんかそうやな可愛く見られようなの。今日の漫才やんってあの時間ほんまいらんで、ね、なんてお前多いねそのって言葉が出てこないみたいな。今日の漫才なんて言ってんの俺絞り出してなんて言った。ちょっと待ってちょっと待って、うん、だから工藤静香と知るなよ足して2で割ったみたいな声出すやお前ら。どんな声やねんどんな声やねんな。あれやめてな。してないよ。時間もったいないから。だからでんお菓子の名前でんくても次にパスすればいいわけですからね。うん、うん、そうしようじゃあ。オッケー。どっちから行く。パスいけんのこれ。うん、パスってその渡すっていうね。パスじゃなくてそのパス渡すというか言葉を言ってパフィーみたいな懐かしいな行こうか。どっちか行く。あれ難波の地下にさ、あれ難波シティかな、何パさパパパパーティーってポスター貼ってて、それはええんかと思ったけどな。パパパパパフィーから取ってんちゃうかっていう。そんなんええねんて。お前が言い出したやろ。こうなボボボボボボボってのもありましたよね。どっちからやる。どっちか行く。行こうか。俺から行こう。行きます。じゃあトリックアトリートの塔からスタートです。トリックアトリートしりとりスタート。トッポポッキー。キーやね。キットカット。この時間が無駄やねん。扉ラスクは商品名じゃないもんな。ラスククリケット。と時計。
いい椅子すすすすすあるような絶対なすすす昆布宮古昆布やったらあかんのかそういうことなぶぶぶぶぶゼララー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 メンラーメンババあ、あ、あげ絶対あるやろ、あげから始まるなんかアルフォートお、いいねと、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 とん、とんかつビッグカツ、とんかつ、ないわつ、つ、つしつし、し、あるあるあるしゃ、しゃ、し、しゅ、シュークリーム、シュークリームわかんないなしゃえ、せ、し、シュークリームやばいやばい、ないわむ、む、ムーランルージュゆ、ゆ、じゅ、じゅ、じゅ、ジューシー、ジューシーってなかったジューシーってあるよねラムネみたいな、オッケーし、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 しょんべ、あーじゃあ、何言ってんのし、し、し、しゃ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 シャコシャコシャココココツブッコそこまで何個7個ということでチャレンジ失敗むずいやお前お前やって今日は今日はお前やでお前ほんまいらんでいやお前やいらんのはジュージュージューシー出たやんジューシー出してるからだからジュー出してんやんお前が言うって言ってるの危ないジューシーやるのにと思ってジューって頑張って違う頑張ってじゃあ言うでもよかったやろいやいやだいぶロスしてたよ野村もえ俺そんなアメリカな感じでいやロサンゼルスちゃうねん無駄足踏んでたっていうことやだって出してないやろおかしい名前ほとんど出してたわ最初のトッポポッキーの流れ切れすぎたやろキットカットも返したで俺すぐだろうん、そこで止まったんあのペースでいってたらいけてたん絶対無理に決まってあと残り3ついけてたよあとだってもうお菓子ってある揚げ揚げのとこなんかあるやろアルフォートしたか出したやんもうお菓子ってないであるやろそのまんまグレープしかないんちゃうなんでそれな山ほどあるわまだまだそのまんまグレープしかないってガムやろ3個入りの1個酸っぱいやつな、うん、ドン・キホーテ行ってこいよいっぱいあるわまだまだお菓子なんでドン・キホーテ行かんでもお菓子あるやんいやお前がないとか言うから、ね、頼まれてんのかお前ドン・キホーテに宣伝せえて頼まれてんのかドン・キホーテにおらお前俺ないやねんだ俺なんで広告通ったんやお菓子買いに行くのドン・キホーテ行かんのドン・キホーテ以外もお菓子あるやんけお前なんで何や急にドン・キホーテのことお前頼まれてんのかドン・キホーテそんな仕事入るか急に違うよあかんわせこれ今日チャンスやったけどなもう一回やるそんな許してくれるわけないやなあもう一回やっとくそんな緩いわけないや時間もそんなないしダメですわあったやろなでもな多分出てないお菓子とその俺らが迷った頭文字で出せてたはずなんかな何やあと3つぐらいいいいいいいないい、いいな、いいのお菓子なんかある？イカ、イカ、イカ、イカスルメ、イカなんちゃらみたいないか？イカさん、マヨイイカとかあるけどな。マヨイイカな。まあや。いい、いいから始まる。いちご、いちご、いちごポッキー。いや、ポッキー言ってるからそれちょっとないですよね。ポッキーいちご味か、それは。いちごから始まるやつあるやろいちごなんじゃないかいちごいちご大福あこれはそうそう商品名じゃないもんないいいらいまいた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 チョコもわかんのかいたチョコもダメですよねいたチョコもなかはいいですよいたチョコもなかあんまあるねうんええ
中で今でっかいため息ついたけど、この辺がいいよね。えこの辺がいいよね。このゆるいゆるく楽しくってこと、ゆるいというか、なんかそのもうしゃべらなみたいな、聞いてられへんからこれぐらいがってことやん。今から皆さんあれですよね、寝張りますもん。寝は何の時間やねんなこれ。ちょうどこれぐらいのトモンがこのまま流れて、何時や思ってんの、まだ寝へんやろ。寝返りにイヤホンピンになってスッて言うそうだ。いらんねんて、っていうまだこの時間に心地いい声いらんから、というわけでまた来週1からの挑戦しましょう。この後5時からはさまざまな職場で活躍するプロの仕事人が本音を語るお仕事紹介番組、職業体感ライブをお送りします。そして今お聴きいただいている曲は ESFM11 月のリコメンナンバー、オフィシャルヒゲダンディズムで What's Going On です。あるある決議会。さあこのコーナーはいろいろな物事に対するありすぎずなさすぎない A ラインのあるあるを我々2人が独断と偏見で決めていこうというコーナーです、はい、さあ早速いきますか。毎回聞くけどさ、はい、1回でも俺が流れ止めてるのでちょっとこれ聞いてとかこれさしてとかあった？いやたまにこいつも思うねん、なんか通りすがりの人とかあるやん、仕切る人にさ、なんかエンディングとかもさ、おるで、そのタイプによったらなんか最後全然流れ関係ない、脈絡ないボケしたりとかってする人もおるけど、待つんはちゃうやろと思うねん。そのなんかもうこっちが開けんでいいと、そう行くから行くときはだから何すかって言って、ほんまなんもないから終わる、なんもないっすね、はいということでって切られると、こっちがなんか用意してないとか、その手ぶら、でなんかやってんのがなんか悪いみたいな、行くときは行くからと、俺あれはちょっとやめてほしいな。さあ行っていいですか。なんで聞くん、一回でもあったか、俺ちょっと待って、まだ引かんといて、実はなとかあった、あ今のがあかんってことね。そうパッて行った方がいいけどね。いきます。いや試されてたかもしれんけど、今お前昨日ハリセンの下りマジで間違えてたから今言わんでやろ、決め打ちすぎたから、決め打ちでした確かに。いきます。こちら、こちらはですね、今日の議題、モノマネの A ラインあるあるです。むずモノマネ、例えばありすぎあるあるで言うと、ビートたけしさんのモノマネをするときはダンカンさんを叱る、フレーズとしてね、ダンカンこの野郎みたいなね、ありますもんね、
逆になさすぎあるあるは五木ひろしさんをメカにしてみる。もうコロッケさん、コロッケさんね、うん、ロボットのありますけども、さすがにこれはコロッケさん以外はないだろうということで、なさすぎあるあるということでね。絶対風邪ひいてるわ。え、寒っ。なんやねん急になあ、それ言うてな、どうなんねんな、心配してほしいんか。寒いわなあ、ねえ、あとで風邪薬とか欲しいってことかな。いや、あの、あ、そうや、それ俺あれめっちゃ嫌いやねん、やめて。お客さんからのよかったら風邪気味なんで飲んでくださいみたいな、うん、ギチギチに栄養ドリンクもらう。いいよいいよ。いや、もうあれ栄養ドリンクありがたい。風邪薬は確かにその飲み合わせとかあるかもしれんけど、栄養ドリンクなんかありがたいやろ。お前は持ったことないからやろ。あるわ。ないわあるわ。絶対ない。栄養ドリンクはもらったことある、ね、俺あるよ栄養ドリンクは。うわ、寒っ。パチンコ行こう。なんや、なんでパチンコ行くねなあ、行くなよお前、直せや風邪。ダン取りに打ちに行こういや、ダン取られへんやろパチンコ屋さんなんか。あ、そうそう、やめて。行きますよ、今日はモノマネの、ラインあるあるを探していきたいと思います。よーい、スタート。はい、モノマネの、でもまあこのビートたけしさんのモノマネするときダンカンが出てこうセットでで言うたら、桑田佳祐さんをモノマネするときはハラボーって言うの、絶対ハラボーを呼ぶ。桑田佳祐さんのモノマネするときはハラボーを呼ぶ、もしくは茅ヶ崎か、茅ヶ崎とかな、決まりのフレーズというのは。あと友達にちょっとゴミ買うてきてって頼んでお金渡してドア出るギリギリまで、うん、あ、ハリボーってのあるの指定してなかったっていう。ゴミのハリボー今関係ないやん。今日はサワーズよりハリボーみたいな。ないやろそんなこともあんまり。何のあるあるやそれは。ゴミ買う時のあるあるやろそれ。モノマネタレントさんで、うん、むっちゃくちゃな真似してバカにしすぎちゃうみたいな言われた時に、うん、いや好きやからですよっていう、うん、リスペクトを込めてやってますからっていうね。そうそう、それはまあそう言う言うしかないもんなそれバカにしてますとは言ったらな失礼やしね、絶対言われへんもんねそこは。モノマネの偉いやん、ご本人登場とかな。あ、ご本人登場ね。ご本人登場がもう CM またぐ時のやつで分かってて冷めるとか。あのな、あのここ顔にハテナマークつけてね、うん、でも出てくるねやっやってるな。もっと言うたらもう、うん、このモノマネしてて、うん、めっちゃ旬の人でとかなったら、うん、もう出てくんねやろなと思って見てる。ああ、もう予想しつつ、うん、昔は豪華やったからなご本人登場って。今お笑い芸人さんはもう当たり前に出てくるやん。まあね、やし芸人さんが結構モノマネをやってするもんね、うん、あ、まあ、売れてる旬の人が、うん、減ったりとかな。昔だってシンディ・ローパー出てきたりとか。ああすごいな本人登場で。そうそう、それはうわーなるもんな。モノマネ、まあモデルさんとかなんか女優さん、若い女の子がやるクレヨンしんちゃんはもうえってと思うけど、でも結局可愛いよね。結局可愛い。そういうの松高子のグーグーがもう可愛いよ。あ、しはるんや、うん、そういうの可愛いよな。そういう可愛い子がやるモノマネって、うん、なんかちょっと恥ずかしい、なんか見てる方も恥ずかしい可愛いというか、うん、ねね、うん、それはあるわ。照れるけどなこっち見てる方も。なんかなんか若い子あんまピンとけえへんねやろなーっていう、うん、昭和のモノマネになってからの片岡鶴太郎さんの抜かれ具合えぐい。あー、審査席でね座ってる鶴太郎師匠ね、確かにな。耳、片耳に当ててね聞きますよね大体ね、モノマネ審査員の方は。どうな、モノマネ。お前なんか最近得た情報すぐ使うよな。え、昨日のコーナーライブでも俺は片耳当てて、いやモノマネの審査員かってくだりお前見てたし、うん、ラッドウィンプスの曲選んでたけど、うん、あれお前俺やで今日な、マニフェスト選んだよ。
あれ先週の金曜別のラジオで、うん、俺がラッドウィンプスめっちゃ詳しいみたいなあったあったボケして、うん、なんかえめっちゃ好きじゃんじゃあええやんいやええやんそれ確かにそのマニフェスト選んだのは俺がその記憶はあったよ、うん、あったあったそれもあって選んだよそれはめっちゃ好きなえ好きというかちょっとその気持ちが伝わればいいなと思ったちょっと重いわあ選んでくれたよなっていうお前なんかそうやんな、なんか気質追っかけ気質やもんななんか俺行くとこおるよな仕事やコンビやからや追っかけじゃないねどっちも一緒のとこ行ってるだけやそれ俺そのタイプのファンあんま好きちゃうねで俺ファンちゃうね俺お前のファン程よくでいや俺お前のファンちゃうよ程よくなんか休み取れたんでぐらいで来てほしいね来すぎやろファンやとしたらここまで全部こんといてほしいねいや止めろよほんなこのセキュリティ甘すぎだろお前喋ってもうてねえファンがここで同じ仕事やから現場がなちょっといいとたまたまやねその耳当てるっていうのはなモノマネ本人登場でない本人、まあ、放送尺の関係もあって、うん、B メロ綺麗にスコーンと抜いてるバージョンを綺麗に歌ってんの見てすごいなと思うすぐサビに持ってこれるようにってこと2番はそうそうそうああ2番中が1番からはあ、はあ、ああねちょっと間抜いて、うん、短めに編集してね、うん、やってるよなな, なんか多分、なんかマジシャンの人とかがさたまにさモノマネ番組出てやんねんけど、うん、なんか途中でマジックとか入れてもうようわからんあーほんまにピンとけえへんわほんまなんかさ自分の特技入れ出すときないマジシャンが出てきてるあたりからもう入ってきてなかったけどその旬のマジシャンがさちょっと多分歌は うまいっていうか歌えるからやんねんけど間に自分の特技入れてもうモノマネじゃない山寺浩一さんがやってやっぱすごいなと思うけどめっちゃ山ちゃんやなと思う、うん、ああ山ちゃんめっちゃ出るはるよねうんすごいいろんな声真似できるもんね、うん、モノマネなハゲヅラ背中向けてコロコロヅラ変えるみたいなくだりで、うん、ハゲヅラがもう見えた段階で、うん、あ松山千春って思ういいね、うん、いいな確かにハゲヅライコール松山千春さんの可能性高いわな、うん、でも神奈月さんの場合だけ武藤敬司の可能性が出る確かにハゲでモノマネされる人ってね、うん、限られてくるからうわ何テコンドーコンドーええやん人気な背高人気な聞こえてんやお客さん対応してるやんお客さん喋ってるやんかテコンドーコンドーおるよ前にお客さんが真面目なやつやからやめてあげてやいや真面目やんあいつはな確かにモノマネうん本人登場して一緒に歌うねんけどそのどっちがどっちのパートを歌うかみたいななっててで本人があ本人のハモリに行こうとするみたいなのないハモリっていうかそのめっちゃ二人で照れるみたいなちょっとないわなこれはこれない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 わってなどうしたん ないよなんかいや俺のイメージで勝って今喋ってたわないないないなんかありそうやな思ってないないないマジで走り出したけどない道なかったわないわないなモノマネええー、何やあと何があるかなモノマネ番組の流れ言うたらなんかもう、ビーズとか、うんうん、渡部篤郎とか、うん、モノマネおなじみになってんの最近はもう5、6人同時にやる、うんうん、ビーズ集団みたいなねとかいろんな人がね、うん、
やるな。確かにやってるな。メドレーみたいな感じでね。やばい、大きなってる。音大きなってる。BGM 大きなってるよ。あかん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 。大きな、どんどん大きなってる。違う、俺の股間見んのやめて。俺の股間が大きなってんちゃうって、何で俺興奮すんねん。BGM が木琴。俺木琴の音で反応せえへんよ。あ、それや。ほんまに出たわ。それや。モノマネ。今もう俺もう分かってんね、はい、お前のそういうあっとかいうときはもうええの出んねん。ほんまに。それやわ。それでいこう。モノマネ。それで。あ、いい？うん。ほんまに出たわ。うん。行こう。モノマネ番組見て。千秋さんの歌唱力に圧倒される。千秋さんってめっちゃ歌うまいんやって思う。いや、うまいけど、うん、モノマネ番組で、いや、ポケビとかさ、俺ら見てたけどさ、その時って歌唱力わからなかったけど、いや、わかったよ。あの人もともと歌手志望や、うん。でもその時はその感覚じゃなかったね、やっぱり。うまってなったよ。なかったよ、俺は。なったって。モノマネ番組見て、他の人の歌を歌ってる時に、あ、めちゃくちゃ歌うまい人だなって思う。これ出たやろ。共感えげつないと思うで、今、ほんまに。ほんまやーっていう。なんかさっきの昭和の感じでできたら、うん、片岡鶴太郎さん抜く、うんうんうん、で懐かしのアイドルとかだったら、うん、小川夏美さん振る、うん、でなんかもういじられて生きるタイプの人が出てきたら、うん、ゆうさんに振る審査員してるもんね。確かになんかまあ好きじゃないみたいな、ちょっとみたいな芸人とかね、特にね、うん、やるときはな。あと審査員誰おったかな。もうだからあれがないもんな、あのねのねのお二人がいて、あでハリス直先生の映画出てっていう、うん、あのモノマネ紅白が、そうやな、うん、昔の感じやね。それはあれ面白かったよな、うん、今なんかトーナメントとかになるもんな、最後の方なんかな、すごいよな。星やな、金ちゃんの仮装大賞みたいなバージョンで星が溜まっていくよね。キラ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 みたいな、バーヤーンって。シンさんの時やで、画面やで。あなた想像できます、シンさんの時の画面ね。顔が2つあって、赤チーム青チームがあって、星がベベベベベベベって溜まっていくよね。今やっと分かった描けた、このこと言ってたけど描けた。うわぁ、なんかありそうやね。眠ってそうなとこがあってん。歌う前のナレーションなんかない？なんて？紹介文みたいな。ナレーション？歌う前にさ、紹介文読み上げるやんか。うんうん。そこのなんかあるあるありそうじゃない？今やったら何？東野さん、今田さんがしてはるとこ？してはったり、女の女性アナウンサーが読み上げるんかな？眠ってそう。なんかありそう。そこでそうやな、読み上げて東野さん今田さんが一言なんか言うみたいなな流れな。モノマネのやつってな。歌っていただくのは平井堅さんで、大きな古時計です、うん、みたいな女性が言って、うんうん、平井堅さんってこんなに眠そうでしたっけ。目の下のクマにも注目です。でなんかめっちゃいじってるタイプのモノマネタレントさんがこう誇張してやるみたいな。眠ってたわ、いいのを出してくれたわ。あるよな、あの感じな。なんかな、ナレーションこれをどう言うてか分からんけど、なんていうのな、ナレーションあってワンボケあってちょっと軽いツッコミがあってみたいなね。何々に注目ですって言おうよな、確かに。さあ、お時間です。え、はい。薬薬ご飯薬の時間じゃないよ。
ご飯の時間でもないよ、もう A ラインを出すのが終わりということです。病院みたいなお時間です。さあ決めましょう、モノマネの一番なんや、ちょうどええね、いいラインを見つけたいと思います。うん、まあ、最後のもいいと思うけどな、まあ、集団で出る今やったモノマネもあるしねとか出したので言うと、うん、さあ決まりましたか、はいはい、行きましょう。では野村くん、モノマネの A ラインあるあるお願いします。モノマネの A ラインあるあるは、素人のそっくりさんが回転しながら顔だけ似てるみたいなやつで、一番評価下った人、終わってからすごい似てるねって言われて、ありがとうございます、あ、声も似てるねってなった時に、誰か一人絶対骨格がやっぱりっていうあ、すごい描けるわ、骨格が一緒だから声も一緒なんだ、あるね、最近あるな、回転するやつね、あれな、当たり前になってきたな、確かに、そっくりそっくり上げてね、満票なら折れる、なんか賞金みたいなね、ユン票？満票や、今ユン票関係ないやろ、なんて満票、完票、完票ちゃうよ、満票、ああ、うん、満票そうそう、やっと聞き取れたな、ということで今日はですね、モノマネの A ラインあるあるを出しました。このコーナーはインターネットストリーミングでもお聞きいただけます。今日の夜11時に更新されますので、 ESFM のホームページからアクセスしてください。以上、 A ラインあるある決議会でした。それではここで一曲聴いてください。スキッパラに酒で音楽と才能。モンストメッセージ、さあ今日のテーマは私の決めつけ、これするやつはこういうやつを紹介しております。さあそしてですね、前半のねモンストメッセージ紹介しました奈良県の奈良市のじゅんさんの続きからいきたいと思うんですけども紹介したのはですね、自分の財布の中にいくら入ってるか分かってる人は、まあ、計画性があって借金とか絶対にしないということを紹介しまして、僕は自分の予想が、2万円ぐらいじゃないかと、野村君は4万円入ってるということなんですが、ここでお前ぐらいやろ、これジャストぴったり、ぴったり4万0円、ぴったりすっきり、ぴったりすっきり、もう4万ちょ、え、何バンビーの、恥ずかしないバンビーのネタ、バンビーのネタやろ、ぴったりすっきり言うたら、同期のネタそんな恥ずかしいのやんない、きっちり4万0円、ぴったり4万、4万0円、すっきり4万、いやもう言ってるやん、ぴったりすっきりって言うなって、ちょうど4万、じゃあ僕から行きましょうか。2万って予想でしたがちょっとね、竹の財布を使っております。いやちょっとね、いくらやろ、ちょっとな、溜まってんのでちょっとな、千円札4枚、4000円、小銭もそんな少ないわ、ほとんど入ってないわ、小銭は172円でしょ、で万札は、あ、ちょっと多かった、3万4172円です。はい、ダメ、誤差14,172円、でかいやん、大きいな、これ把握できてない方やんなってことやな、良くないってことか。じゃあ野村君、4万きっちりだと、いやぴったり、自分から言いたがってるやんか、ピッスッキリを。さあ、はい、4万上手でした、じゃあ見せろや見せろや、そういうのは大体。お、2万出てきましたよ、まず残り2万、え、中は小銭は、小銭、俺小銭いる、別で持ってるから、ああ、それしてこない、何が、それしてこない、小銭入れも、じゃあ、え、分かんの、分かるよ、あ、じゃあもうなんか触ってから重さかどうとか言われるんでいいやから、うん、65円、50円玉1枚、10円玉1枚、5円玉1枚、3枚しか入ってないってこと、小銭が65円、あ、これも誤差ごめん、75円とよしな誤差10円やん、え、なんなん、その
把握してんの基本。今日下ろした4万は、うん、入ってる。2万は種銭つって使わへんの、うんうんうん、入れてる。おあとの2万は普通に飲み行ったりとか。こんな綺麗に残ってたよな。でも入れてる、うん、今日分かったの。大体覚えてんねん、その財布の中身いくらかは。じゃあ、いや、そんなこともないけど、たまたま今日は、うん、でもやっぱその辺の差が出てるよな。1万4000円と10円の差が出たらな、お前とは中で13,990円。え、それだけ、まあ、ちょっと差あったな、うんうん、それだけやっぱ管理する能力っていうところが。だからもう俺に対してごちゃごちゃ言うてくんなよ、二度と。お前の方が借金あるやろ、親にな。俺はないからな、借金は。よう分かったの、ほんまに。なんかやったか。ああなるほど、野口先生と一緒や。俺が漢字ドリルで100点取ったらカンニングしたろって夜7時まで返してくれへんかった。暗い暗い話になるわ。さあ次行きましょうか、うん、続いていきます。坂井市ラジオネームさしごろうさんからいただきました。さしごろう、なんやねんその言い方。さしごろうさんです。野間さん、こんさん、こんにち は, こんにちは。私はダンス部は上から目線で話をする傾向があると思っています。偏見やな。人を褒める時も自分の方が上だという自信が感じられて、思ってないなら言わなくていいのにと思います。ダンス部に対しての、確か偏見やなこれはな。まあまあ、なんかその人前立ってやってるっていうので、こうちょっとこう強気に出るっていうのは癖づいてるもあるかもわからんけど、そのダンス部な、気の強いイメージはあるんかな、ダンス部の人って。ダンス部ギャル多かったな。ああ、僕の奥さんもダンス部でしたから、もともとね、高校の時、うん、そういう意味では気は強いよな。バカにしてるとかはないかもしれんけど、上から目線、うん、あるんかな、そういうところ。もしかしたらなんやろな、まあ、人前に立つからかな、ちょっとは。言うたよ、そういうとこであるんよね。言うたよ、管理ができてる。管理が、トークの管理が、俺が言うたことすぐもらう。好きすぎる。それ管理関係あんの？あるある。これはちょっと、ね、偏見かもしれませんが、行きましょう。続いて大阪市ラジオにもさきさんからいただきました。野間さん、コンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。私の決めつけは、片耳にしかピアスを開けていない男の人はゲイです。プリマダンナのお二人の周りにはいてますか？だいたいそうちゃうの、左側にしかつけへんやろピアスって男はな。うん、右につけてるのは女性か。なんか男が右につけんのがちょっとそういう言うね、うんのはちゃうかみたいな、俺らの時はよう聞いたけど、俺はもうあんな親からもらった体にっていうのがあるから、もうイヤリングしかせえへん。イヤリングもせえへんやろ。見たことないわ、イヤリングしてんの。ピアスは開けへん。いや、イヤリングもせえへんやん。お前も綺麗に閉じたよな。してないよ俺。いや俺昔穴開けてるみたいに言わんとってくれへん。お前耳の産毛すごいな。お前嫌なこと言うんだよ。そういうの一番恥ずかしいからな、産毛とかは。それよ、耳の産毛。お前そういうの言ったらあかんねんで、あんまり恥ずかしいやろ、産毛って。一番分かってるよ自分でも。すごいで。いや分かってる。何やねん、俺こう正面から見たら顔3つあるみたいになってる。でかすぎるやんな。なんもなんでも俺気づくわ、そんなに産毛が生えてたら。鏡見た時に切った方がいいやな、その悪口。続いて奈良県ラジオネームプリマイルさんからいただきました。野村さん、河野さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、私の決めつけですが、私はこわもての人ほど本当は優しいということです。見た目が怖い人って近寄りがたいですが、話してみるとすごく優しかったりということがよくあります。逆に優しそうに見えてる人ほど器が小さかったり切れたら怖いです。もちろん性格は人それぞれだと思いますが、最近そういうパターンがよくあり、本当に人は見かけで判断できないなと感じます。プリマダンのお二人はお互いを見た目と中身にギャップを感じることはありますか？こうのはないね、ギャップ。あまんまスケベやもんな。ヒゲが青いとかやろそれは。いやいや、スケベな口をしてるから。お前なんか脱毛とか言ってる？言ってない。あ、よかった。なんで行こうとしてるけどな。行き出したら終わりやで、男が脱毛行くって。もうだいぶ、いやそれまあ毎回言ってるけどさ、うん、いや行きたい。だって嫌やもん、その青いのヒゲ。
嫌 やけどお前その青ひげでなんぼ稼いできたよ。そんな稼いでないわ。そんな金になったか。そんな金生んでるこのひげ。ほんまか。ほんまに相撲なんかお前絶対すんなよ。いやまあまあなあ、いける。それこそお金かかるしな、脱毛の方が。そりゃもちろんみんな行ってるよな。でも結構、まあ、行ってる人多いで今。見た目とギャップ野村だから、その最初怖そうに見られるやろ多分お客さんから特に、うん、でも優しい、まあ、人の顔を覚えたりとかそういうところで多分好感があるんだよね。優しいっていう風になんか暗そうって言われるけど、うん、蓋開けたパリピみたいな。そこまでちゃうやろ。言われるな。いやそれは逆に言えよ。パリピまで行ってたらはしゃぎへんやろ。クラブとか行けへんやろ。メガネかかれるから言ってたな。ここでもクラブ行って踊ってたら女の子にメガネ貸して言われてそのまま帰ってけんかったってな。2回あったから。なんで2回もあんねん。貸すな。な、一回あったら。だってメガネってまだわかんない。どう入ってる。変えられへんやもうそれな。あんな暗いところでさ、目も見えへんやったら、ギャップのある人ね。まあ優しく見えるほど器が小さい、切れやすい。逆に怖い方が優しい。確かにあるかもしれませんね。というわけでございまして、今日はですね、私の決めつけ、これするやつはこういうやつを紹介しました。たくさんのメッセージありがとうございます。以上、オンストメッセージでした。それではここで一曲聴いてください。木場圭介でゴーストノートに恋をして。あのドラムのスネア、ゴーストノートがなければ、シープイジャズからただの音になり下がる。チャイナタウンの人気店、レシピは別に「
イベントインフォメーション。さあここから本日吉本漫才劇場で行われるイベント情報をお伝えします。今日は11月1日火曜日、吉本漫才劇場で行われるイベントは極みスペシャルワンダーランド。 MC がスーパーマラドーナさん、ゲストにモンスターエンジンさんが来られます。会場は18時45分、開演は19時、当日券は1800円です。ぜひ皆様遊びに来てください。さあそしてこの時間にもゲストの方が来てくれております。野村くんお願いします。吉本新喜劇より今井なるみさんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井さん面識はね、あるんですけど、うん、なんか一緒に行ってなかったですね。ないです。なかなかね、まあ、新喜劇ですしね、うん、今井さんは2年目です。で、まあ、金の卵8個目のオーディションでね、はい、今新喜劇ですけども、オンストとかは出たことあるの？オンストは今回で3回目なんですけど、うん、前は誰の？前は、いいよね、あるね、めっちゃ上がる、いや、あるある、オンスト、結構おるからな。あ、ミキさん。あ、ミキ、あ、ミキ、あ、だ金曜日じゃん、あの、ポンタさんとのか、あの、はい、ポンタさんもいてはってみたこと？ポンタさんがいらっしゃらなくて、おー、ミキだけの日があったんか。はい、その時に時と、うん、時とと、ギヨンさん、ギヨンさん、とコマンダンテさん、うん、4回目ですね。 なかなかでもこの新喜劇以外の人と、はい、こう絡むこととかってないか。でも全然ないです。そうやね、はい、NC でいうと38期、はい、38期の同期で会うこともないんか。だって金の卵からやったら、はい、同期感もあんまりないってこと？いや、同期感はあるんですけど、うん、なんかその NSC 卒業とかじゃないんで、うん、なんか同期にどういう子がいるのかとかも、ね、新喜劇以外の子は知らないし、あ、そうだ、これからよ。あ、まあね、小池の大臣知らない、知らない。小池は小池の大臣は、うん、38期やけど誰も知らん小池の大臣は俺以外誰も知らん。でもほぼ知らんからMC とかさせてもらった時に名前覚えてるけどな、小池っていう名前は。でもまあ CM 中にね、うん、今お話聞かせまで、今井さんが東京でいろいろこう活動されてて、うん、そうなんです。もともといろいろ何をやってたんですか？もともと本当になんかいろいろやったんですけど、うん、まあ、グラビアとかモデルとか、モデルなんかこういろんな、なんか広告系の仕事とか、なんかもういろいろやりましたけど。まあでも以前表に出るような仕事をずっとやってたんですよね、はい、やってました、はい、それがなんでまたこの新喜劇って。ねえ、しかも神奈川でしょ出身。はい、大阪にね、関西に住んでたってまだなんかわかるけども、うん、ガラッとこっちに拠点も変えて、うん、もうあの本当ずっとコメディ女優になりたいっていうのが夢だったから、うん、ほうほうほう、あのもうなんかもう新喜劇だったらいっぱいできるなと思って、うん、もう来ちゃおうと思って。すごい決断やね、はい、オーディション受けよう、うん、全部言うたら蹴ってとか捨ててこっちにでしょ、はい、もう全然知り合いも一人もいないですし。わわ、すごいな。はい、え、な、向こうでさ新喜劇を見てた？新喜劇もあんま見てなかったそれ流れてるの？向こうも流れてます。東京 MX って存在は知ってる？知ってますけど、うん、やっぱ コントというか、うん、新喜劇って、うんうん、お笑いの、うん、すごい出たいなとは思ってました。はい、どう、実際こっち来て今まあ入って、うん、みんなとこう絡んでみてどうですか？うん、みんなと絡んでみてですか、うん、先輩とかってことですか？そう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 、なんか思った以上にみんな優しくしてくれてたから、すごいなんかいじめとかあったりしたらどうしようとか思ってたんですけどまあ言うてね、そう、まあ、劇団というかなんか、そうか、なんかいろいろありん、ね、みんなめっちゃ優しくて、ね、グラビアの仕事の時はそういうのがあったんですか？グラビア聞くな。いや、それトラウマがあるのかなってね、今の発言で。いや、いや、まあまあね、そういう、ねね、そういうの聞きたいよね、でもね、気になるやんな。そういうのあるもん、でもほんまにそういう、まあグラビアなんて特に女性ばっかり、女の子の世界やからさ、あ、まあ、そういう、あるんかな。まあなんか、表と裏が全く違う子とかいるんじゃないですか。ああ、なおね、そのテレビ局とか行って偉いさんの前ではこう、まあ、気に入られるようやってるけども裏側ではあんまりいないですけどね。あんまりいないですけど本当にあんまりいない。1年目の子に裏側どうやった？裏側聞きたい。喋れるか気になるやんか
今井さんもだから今後ね、うん、芸歴積んでってめっちゃ砕けた時にめっちゃ言うてくれるかも。ほんまやね。知ら、僕らの知らない世界やからな、そこに関しては。言っていいなら言えますけど。いや、気になるわ、それ。でもまあ、ラジオ、言える範囲で言ってくれよ、じゃあ。言える言ってくれよって。言えるそれだけ聞きたい。お酒飲んでみなってもらおう。それだけグラビアの裏側。お酒飲んでみなっちゃったけど。誰やおい、楽しんでいたぞ。誰やお前、ほんまこんなん好きよ。まあまあ、それはね。ねありますよね。お前と服部さんはほんまにこれ CM 入るすごく聞くかもしれんわ。誰ってですね。気になるよね。そう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 。でそれとはもう全然さ、吉本とかあんまそんなんじゃないですもんね。そうですね。みんな結構仲良くしてくれたりとか、うん、先輩優しかったりとか、うん、しかもなんかもし変なことしたら、うん、他の先輩が怒ってくれたりとか。そうですね。そんなすぐ噂入るから。でも、はい、ね、可愛らしいし、うん、まあ、ましてそういうお仕事をされてたってみんな周知やと思うんで、うん、その言い寄られたりじゃない。ああ、そんなは大丈夫ですね。全くないです。ああ、そう、よかった。でも新喜劇名物の遅れ師匠が言い寄られてきたりとか、そういうのないの？遅れ師匠は初めて会った時にお尻触られた以来、うん、いや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 初めてで、ね、トップスピードが持ち上げすぎるだろ。でもなんかそれ以来何もされてなくて、あ、多分、あ、ちょっとこの子違うかなって思ったから。査定してあるんかな。触っていい子なのか。そう、いやもうその時点であかんけどな。いやいや、まあ森田真理子さんとまた種類が違うやん。いや、それはね、全然また違うからな。全然いいんですけどね、私は。すごい世界に飛び込みましたね、考えたら、はい、うん、まあそのね、今井さんも出る舞台が今度あるんですよね。はい、はい、そうなんです、うん、ジャパンカップ新喜劇うまんじゅからやつらがやってきた、うん、11月25日金曜日19時から、うん、会場は難波グランド花月にて、うん、はい、行われます。競馬に関する、そうなんです、新喜劇と深夜番組のうまんちゅうの、うん、だからシャンプーさんとか。そうですね、はい、シャンプーミサイルマンさん、ハチミツさん、はい、とかね、ビタエスのお兄さん、お兄ちゃんさんとかね、はい、あとですね、うん、元騎手で競馬評論家の安藤勝美さんとか、ほう、佐藤哲三さんとかも出らっしゃる。今井さんも好きなの？はい、あの今年から、今年から本当始めて1月から、ね、業界女性も多いって言うだよ。へえ、はい、何をきっかけに始めた？あ、もうこっち来て趣味ないなと思って。なるほどね、何かこう楽しいものを探そうっていうことで競馬を始めはった。そうなんです。で、なんかあの釣りが好きだったんですけど、うん、一緒に釣りしてくれる人もいないし、うん、ちょっとね、どうしようかなと思った時にこう競馬だったら気軽にできるし、ね、新喜劇の先輩皆さんやってる方多いんで、そうか、とかそこに言うた会話に入るためにも、もう、うん、仲良くなるきっかけとしてね、もう一つありますから、はい、趣味としても新喜劇の方も出らっしゃるので、清水健二さんとか、うん、はい、島田珠代さんとか宇川浩一さんなど、うん、ね、豪華なメンバーで、はい、レイチェルも出ます。はい、野村の一番弟子。一番出しちゃう。一番好きお気に入りの。好きやもんね、レイチェルね、はい、前売りがですね、うん、3000円、当日3300円となってます。うん、はい、ぜひとも11月25日金曜日夜7時からですね、はい、行ってみてください。他に何か告知があれば全然大丈夫ですけども、どうでしょうか？今井さんに会いに行こうと思ったら、自分は NGK と、はい、今日からお、来週の月曜日までということは、うん、何日まで？まあ1週間ちょいやね、はい、あの、ナンバーグランド花月にて新喜劇出てますので、本公演の方に NGK ね、はい、出てますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。お願いします。というわけでございまして、この時間のゲストは吉本新喜劇の今井成美ちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お別れの時間が近づいてきました。今日お便りを送っていただいた方の中から3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。まずは表記ラジオネームなっちゃんさん、大阪市ラジオネーム E 型おばさんさん、そして最後は大阪市ラジオネームさきさん、以上3名の方にサイン入りステッカーをプレゼントします。やったね、おめでとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからお便りを募集しております。来週のオンストメッセージのテーマは、私の経験したカオスな状況、私の経験したカオスな状況です。もう理解しがたいような、なんでこんなことなったんやみたいな状況を送っていただきたいと思います。あー、この人か。何やねんな。何何、ああ、
いやさっきのね、さっき言ってくれてたね、 CM 中にちょっとね聞きましたけどもね、確かにセルボルさん言うなよ、絶対言うとくからな、絶対ダメ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 、オートメッセージもね改めて言います、私も経験したカオスな状況、こちらは来週の11月8日火曜日のお昼2時半までに送ってきてください。メールアドレスは onst@esfm.jp onst@esfm.jp プリマダンナのオンストまでお寄せください。お待ちしております、はい、さあエンディングです。今月は10日に漫才、うん、で24がコントですね。コントで夜6時から漫才劇場であります。うん、20日、11月20日は、群像テレビ局っていう、うん、テレビ局を舞台にしたユニットコントライブが、各芸人が、うん、しげかずですとか、はい、ロングコートダディ堂前、うん、日本の社長辻、はい、どう忘れするいつも、ザジー、今回ゲストザジーと、うん、僕とが書いた、うん、あとはセルアイスパの大塚が書いた台本で、その話に繋がっていくみたいなライブがあります。もう野村の話も決まって出てくる人も。野村の話は、はい、田舎の車のチロル、ラニーノーズ須崎、うん、で元ジョバンニの浅地で、うん、マユリカ中谷、うん、で、クラスメイト伊丹で僕も出ます、はい、もう豪華な面々でね、うん、お前は絶対弱い、ね、なんでなんでやろお前今日ほんま多いで。いや何ピスッキリとかあかんの。いやほんまやピスッキリ言い出したの野村やしピスタッチオっぽくなりましたけどね。ちょっと呼んでよいつか。呼ぶか軽いちょもう時間やばいってちゃんといいやんまだ大丈夫やねちょっと時間あんねん大丈夫、うん、なんかいろいろありますはい、まあ、YTV 漫才新人賞もね決勝決まりましたから来年ですけどね決勝はね、あずそれに向けてもね単独ライブ頑張りたいんでぜひ漫才の単独もちろん今度の単独もねどちらもチケット持ってますから聞いてん聞いてん聞けやおいお前のあかあかお前のそういうのマジっぽいの見てみ全然おらんけどおい喋っとるやろ俺が聞けよ全然カメキさんの顔見てカメキさんいいですよ怖ばってるねすいませんカメキさん優しいさあ今日の夜1時からはつぼみのジャングルレディをお送りします。明日のオンストはコマンダンテさんがお送りしますのでどちらも楽しみにしてください。この番組はイエスシアターサテライトスタジオからの公開生放送でプリマダンのコント村がお送りしました。それではまた来週さようなら。お疲れさん、お疲れさん、ちょっといっぱい飲んで帰りません？すいません、吉田さん、行きたいんやけど、ちょっと行かなあかんとこありますね。どこですの？ナンバーグランド花月ですわ。夜もやってますね。そらよろしな、今夜はドカンと笑いましょうか。NGK に来てもろてありがとさん。